田沢湖線は、秋田県大仙市の対極駅から岩手県盛岡市の盛岡駅を結ぶ東日本旅客鉄道の鉄道路線。地方交通線とはいえ、東北本線沿線から秋田方面へは重要なリレー的路線の需要もあるため、1996年から1年間運休して、期間を新幹線と同じ 1435mm の標準機に拡幅する改め機工事を行い、翌年にミニ新幹線である秋田新幹線のルートとして東京駅からの直通を可能にした。全線が単線であり、上下の秋田新幹線、小町が途中の駅や信号上で行き違いを行う光景が見られる。2021年現在、全線でSuicaなどの IC カード乗車券は利用できない。なお、秋田新幹線停車駅には、IC カード対応の改札機があるが、これは新幹線 e チケットサービス及びタッチで GO 新幹線用のものであり、在来線列車用ではない。盛岡駅大地沢信号場間が盛岡支社、市戸内信号場大曲駅間が秋田支社の管轄である。盛岡と対極を結ぶ横断線として、軽便鉄道法を準用して建設された路線である。盛岡側は、橋場軽便線として1922年に、盛岡、橋場間が、大曲側は、西保内軽便線として1923年に、対極西保内間が開業した。1922年に、それぞれ橋場線、西保内線と改称されている。大正末期には全通計画が企画され、調査までされていたものの、緊縮財政のため見送られた。昭和に入り、ようやく同区間の計画が認められ、橋場西保内間が、工事線西京線として着工された。着工時には、すでに全区間の工事計画は、鉄道大臣による認可をされており、あとは施行するだけであった。この時の計画は、国見温泉方面を経由した、国道46号線仙岩峠旧道に、近似したルートであった。ところが、西保内市戸内の手前数十メートルまで路盤ができ、線路も敷設した時点で日中戦争の激化により中止された上、1944年には橋場線の雫石、橋場間が不要不急線として休止されてしまった。レールは取り外されて貨物輸送ですり減った山田線のレール交換に使われた。戦後、両線を結ぶ鉄道の建設運動が再び起こったが、この時は、あくまで生京線全線開通を目的としたものであり、休止中の橋場線、雫石橋場のことは、関係者ともども、日本国有鉄道に承継されていなかったと誤解していたため、廃止、経路、駅名解消等の手続きや告示はしなくても、生京線工事名義で建設しても問題ないだろうと考えていた。また、建設調査では、戦前の工事計画は、放棄されて、橋場手前の赤淵付近で分岐させ、市戸内へ短絡させる計画となった。この点を利用し、生京線全線開通が目的である以上は、そのような、些細なことを問題にするのは、不適切であると考えられたため、雫石赤淵間を、橋場線復活扱いではなく、日本鉄道建設公団工事線西京線の一部として、着工することとなった。同区間は建設後、休止中の橋場線、盛岡雫石間への編入がされた。これにより休止中の橋場線、雫石、橋場間と新線として建設後編入された、橋場線、雫石赤淵間が事実上並存する形となった。中断中の生京線のルートは、橋場西保内間から雫石西保内間に変更され赤淵、橋場間は放棄されたが、正式に廃止はされなかった。1966年に全通し、西保内線、生京線を橋場線に編入し、その橋場線が田沢湖線と改称された。全通後も比較的地味な地方交通線であったが、1982年の東北新幹線盛岡開業に伴って、盛岡秋田間の連絡ルートとして、電化工事が行われ、新幹線接続特急。田沢が運行を開始した。国鉄分割民営化時には JR の基本計画上で奇襲点が逆になったが、実際上は、起点も盛岡からのままである。また、休止中の橋場線、雫石、橋場間は、東日本旅客鉄道へは承継されず、敷地は、日本国有鉄道生産事業団へ承継されている。その後、東京秋田間のミニ新幹線構想が浮上し、田沢湖線はそのルートの一部になった。約1年間にわたり、列車を運行停止して、新幹線と同じ期間 1435mm に改め期が行われ、1997年に秋田新幹線が開業。新在直通特急、小町が運行を開始した。国鉄分割民営化時に、当時の運輸省に提出された基本計画や鉄道要覧記載上の起点は大曲駅だが、列車運行上は盛岡駅が起点で、盛岡から対極、秋田方面に向かう列車が下り、逆が上りである。秋田新幹線ルートの一部として、東北新幹線直通特急、小町が東京駅秋田駅間で運行されている。秋田新幹線開業以前は、盛岡駅秋田駅、青森駅間に特急、田沢が運行されていたが、改め期工事の開始に伴って廃止された。新在直通開始後、輸送指令は秋田支社の管轄になった。普通列車は岩手県側は盛岡駅雫石駅間が1-2時間に1本の運行、雫石駅赤淵駅間は運行本数が少なく5-7時間以上運行がない時間帯がある。秋田県側は、田沢湖駅、角館駅大曲駅間で2-3時間に1本程度の運行である。盛岡駅大曲駅間の全線直通の普通列車は、上り下りともに3本、合計3往復6本と非常に少ない。県をまたいでの利用客が少ないためか、県境の赤淵駅田沢湖駅間を運転する。普通列車は前述の6本に加えて、盛岡駅田沢湖駅間の区間運転の列車が2本の合計4往復8本が設定されているのみで、8時間以上運行がない時間帯がある。そのため、短距離区間の乗車であっても秋田新幹線、小町を利用する客も少なくない。岩手県側では、各駅で宅地開発の進む盛岡都市圏の通勤通学輸送が主という路線になっている。土曜日には昼間の対極駅角館駅間の列車1往復が田沢湖駅まで延長運行される。全線電化区間でありながら秋田県が特急列車の運転に必要な最小限の変電所のみで良いとしたため、特急列車以外は電車化されず、長年にわたってローカル列車は、奥羽本線から直通の機関車牽引の客車列車以外は気動車を使用していたが、改め期工事の完成時に電車化され、同時に一部列車でワンマン運転を実施している。なお、秋田新幹線が開業した際には、大曲駅でスイッチバックを行って、奥羽本線が秋田駅へ至る方式が取られたことや、従前より普通列車については、奥羽本線横手方面からの直通列車しか運行していなかった関係で、山形線のような愛称路線名で呼ばれず田沢湖線のままで定着している。秋田県大仙市での全国花火競技大会開催時は、秋田新幹線小町を対極駅発着に、また盛岡駅、田沢湖駅大曲駅間の普通列車ナイアガラ号として、秋田駅大曲駅間の直通の快速列車、花火号としてそれぞれ運転される。後者の場合、物理的な問題で、標準期の秋田新幹線のルートでの走行となるため、大曲駅、神宮内駅、刈羽野駅、秋田駅以外の駅ではホームがないので全て通過するか、止まったとしても、神宮寺駅と刈羽野駅を含めて、運転停車扱いとなる。花火大会の臨時輸送の際は、盛岡駅の田沢湖線ホームに新幹線車両が停車する光景が見られることもある。秋田新幹線の臨時列車運行の関係で、たびたび時刻や発着駅が変更される列車がある。専用の701系電車が普通列車に使用されている。701系5000番台2019年度の時点で JR 東日本自社による乗車人員集計の対象駅は秋田新幹線の停車駅と小岩井駅、魚長野駅である。それ以外の駅は完全な無人駅のため集計対象から外されている。1日あたりの輸送密度は以下の通り、盛岡駅大釜駅間に前方駅を設置する計画がある。2020年1月16日に盛岡市が前方土淵地区に JR 東日本に対し設置する要請願。2021年2月25日には盛岡市とイオンモールが当駅の整備に関する協定を締結した。2023年3月に開業予定。ありがとうございます。